の解説は日経 CNBC 田中さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ田中さんと今日お送りするテーマはこちらですわかる相場わかる投資2024資産運用の計六回目今回は新ニーサその個別株正しいという疑問形ですねあの個別株編なんですけども実は元旦直後ぐらいの最初の1月のは 1>、うん、最初にやりたかったんですよ、はい、と思って,作って資料を作ったんですけども、うん、日本株が <laughs> こ一気に3万6千7千0いくんじゃないかという,う形になったので <laughs> 急遽ちょっとテーマを差し替えてですねそこの、まあ、残ったテーマをですね今日ちょっとあのせっかくなので解説したいということなんですね。はいえー、というわけで,でそ,うするそうしてるうちにですね、うん、日本経済新聞でも新の新日さんの「 人気トップ10銘柄はとか記事が出ましてねちょうどタイミングとしては良いのかなというふうに思っておりますので今日はですね最初に私日経新聞の回し者でございますので今日はちょっとですね一つだけ宣伝をさせていただきたく視聴者の皆さんめちゃくちゃ使いやすい一種のツールを埋め込んだ記事がありますのでこれをぜひお使い頂ければというふうに作ってみたのがですねまず個別株じゃなくって個別株というよりは新人産でで 何を投資できるのかという検索一覧ツールなんですよね。はい 要はですね成長枠なんか、はい、あの何やっていいかというのはですね毎週毎週なんかこうアップデートされて増えていってるわけなんですよね。積み立投資枠も結構ありそうに見えて実は投資6000本のうちにおそらく使えるのが2000本ぐらいなんですよ。うん、で成長枠は多分700ぐらいだったと思うんですけども、はい、あのそれってどれを選ぶえいいのかわからないというそういう要望にお答えいたしまして<ー>めちゃくちゃ便利なものをちょっと作りましたので<ー>ご覧くださいという感じです。ね はい、ちょっとアップしますね。うんはい、であのこんな風にですね、積み立て投資枠で作れるものをこう丸バツで成長投資枠でも丸バツ。うんうん、それから、えー、いろんな投資ありますね。と<ー>これ全部いはい、あの何十種類てあの選択はできます。はい。それから特にですね、個人投資家の方で、えー、この投資を選ぶ際に最も重要なのは、うん、まあ純資産総額もそうなんですが、この一年間で 何が一番、あの、流入したかと。いうはい、はい、そのランキングですよね。やっぱり、資金が流出しちゃうような投申をやっぱり避けた方がいいので。でね、はい。で、それでいきますと、やっぱりこのオルカンすごいねと。人気ですね。はい、で、サンと、まあ、大体この辺のところは、あの。 純資産の順に相対的に相関性が強いのかなというような感じですね。それからまあよく言われるこの一番右側にありますこれですね、はい、あのコストができるだけ安いのがいいよというようなことなんですけども、うん、ここもクリックをいたしますと、うん、なんかゼロとかですねただ <laughs> で,で運用しちゃってるそんな会社は大丈夫かよと思っちゃうんですけども <laughs>、はい、まあそういうようなものもあればですね<ー>例えばこれは何かな、えー、とはいちょっとこちらもうちょっと小さくしないと分かいですね。はい はい、あのめちゃくちゃ高いなと思ったんですがベトナムファンドだとかです、ねうん、それからヘルスケアのバイオだとかこれ明らかにアクティブですよね,すねだから銘柄をやっぱり絞って選ぶためにその調査のための費用などがかかっておりますから、うん、こういう銘柄については信託、まあ、報酬は高くなっていると、うん、だから、えーまあ、成長額に入ってますねというようなことなのでこのあたりのです、ねうん、ツールをうまく使ってです、ねうん、ぜひ皆様の意向に沿うようなです、ねはい、銘柄を入れたりあとあの、まあ、オルカンばっかりは嫌だということであればその超過リターンを狙うために <laughs> はい、ちょっとね組み合わせたりしてと学校になります。はい、それがこちらの QR コードを読み込めばはいあの今電子版でねあのちょっと言ってしまったんですけどもまああのまだ初見の方はいらっしゃればですね、うん、こちらの QR コードを読み込んでいただいて一度ねちょっと触れていただければありがたいなというふうに思っております。はい、結構使い勝手はいいはずだったので触ってみてくださいというお話になります。はい、分かりましたということで宣伝でした。<laughs> 宣伝です。<laughs> はい、さあ本題ですけれども個別の株についてですよね。そうなんです。でねあの結局新入社の個別株いろいろできるわけなんですけれども、うん、まあそれぜひやっていただきたいところなんですが。が私なりにですねどんなものがいいかっていうのはまあちょっとここ細かいもうあの家庭のあれなのでもうおあのを。 店、あの雨をかけて、見えないようにしてるんですが。が、はい、いろんな、まあ、あのアプローチで、ちょっと探してみたんですよね。うんうん、で、今日はですね、その皆さんが選んでいる個別株っていうのが、本当にそれでいいのっていう、その話をですね。うんうん、今日はさせていただければと思ってます。はい、で、まずはですね、ランキングをちょっとご覧いただければと思います。えっとね、これちょっとさっき注意していただきたいんですけれども、うん、直近の。 1>, 1月から新ニーサが始まってからの、えー、トップ10は、はい、最新の日経電子版をご覧ください、これは私、はい、元旦過ぎあの1月の最初の初回に用意したものなので、うん、昨年末の普通のニーサ a の一、ね、般、うん、ニーサの時の銘柄のランキングになっております、はい、ただし、私、先ほどチェックしたらです、ね、これまあ10銘柄ほどあるんですけれども、うん、このうち7銘柄は重複、ダブっていたので、うん、まあほとんどあの顔ぶれには、うん、まあ変化はないという感じです。 さて,さて、あのはい、わーっとこう、多分これもほとんど皆さん知ってる銘柄ばかりだと思いますけれども、これ、夏田さん、どうですかね、この表を見て、なんか気がつくところってあります、うん、やっぱり、配当目的なのかなというイメージですかね。はい おっしゃる通りですね。で配当はね、うん、配当金なのか利回りなのかまあいろんな配当の見方っていうのがあるんですけどもまあやっぱり一番まず大事なのがこの予想配当利回りのところになるかなと思います。でこの予想配当利回り私ちょっとね計算してみたんですよ。うん、例えばこの10銘柄上位どれぐらいなのかと思ったらですね、うん、ちょっとびっくりなんですけども4%ですね。4%, 4, 4なんですよね。<ー>でこれね日経平均の平均利回りだといくらかって言ったら、うんうん まあさっき見てたんですけどね、<laughs> 1.8ぐらい。 あでプライムとかで 2%, 2ちょっと超えてるので大体でですよそうですよよそそうかお倍だ,だから3700とか、ね、めちゃくちゃたくさんある中の平均が2%ぐらいとすると、うん、なんと皆さんその2倍の銘柄をや、うん、まあ選んでるということはやはり相当この予想利回りを先行しているもうこればっかりに目がいって多分あの <laughs> 探しておられるのかなというふうな感じをいたしますね。であの実はですねこれあの あのもちろん間違いじゃないです。はい、あの利回りがいいところを選ぶっていうのは大事なんですけれども、はい、それだけじゃダメなんですよ、はい、実はね効率です効率性っていうのはつまり自分が投入した資金に対してどれだけの配当リターンが戻ってくるかという投資の効率性を見るにはこの利回りです。うんうん、だけど やっぱり積み立て n i もそうですけれども基本的に n i s っというのは長い期間をできるだけ持とう<ー>ということですよね。はいはい、そういう意味でこういう配当を重視するのであればそのこれらの会社がね配当を出し続けられる力があるのかどうかそこを見ないといけないですよね,すね、はい。というわけでちょっと今日はですね、うん、あの次いっていただけますでしょうこの 日本タバコ産業はね、はい、この時でも1位だったんですけどもあの今の新入酒でもトップになっているということでうん、うん、今日はですねこの最も人気のある日本タバコ産業を例にとってみてですね、はい、皆さんこれ1位に選んじゃってるけども、うん、大丈夫 <laughs> 大丈夫なのか本当に利回りが5%あるからってそれだけで選んでなんか大失敗してないよねって言ったところ、うん、これから私がですねちょっとはい やりますので解説をお願いします。まずね、ナさん、これ日本タバコ産業ってどんな会社のイメージですかね。タバコがメインだと思ってるんですけどそうです。はい。タバコって何ですか。タバコって何ですか。え？実はね、ナさん吸ったことない。ないです。あ、私ね、若い頃13年間吸ってたんですよ。はい。やっぱ記者ですから、チェーンスモーカだったんです。あ、そうそうなんですね。タバコはね、やめられないです。 いわゆるニコチン中毒ですね中毒性があるというやつですだからタバコっていうのはいわゆる嗜好品なんですよねあなるほどつまり景気、ね、が悪くなったから俺40本から20本に減らすわとかね景気が良くなったから給料が増えたからねタバコ今まで20本吸ってたけども40本に2倍に増やそうとかうっていう人は誰もいないんですよそこまでの大きな変動つまり景気がどうなろうがそんな知ったこっちなくって、うん、吸いたい時に吸う吸わない時は吸わない,わないっていうそれが嗜好品なんですよね。ななるほどなるほほどど、はい でということは逆に言うとですね今の私の話をもう1回突き詰めると、うん、だったら景気と関係ないじゃんあ連動しないということですね、はい、で実はですね、うん、その銘柄がそれぞれの会社が景気と連動するかしないかを分かる、うんはい、データがこの日経会社情報デジタルには入っているんですよ。よ、うん、次行っていただけますでしょうか、はい、株価 投資収益率、このベータっていうところを見ます。ベータ。ベータちょっと難しいんですよね。もうこれやっただけでもうやめっていうふうにおら, <laughs> おられるんですけども、はい、これは日経平均株価が1位を動いたときにこの銘柄がどれだけ動くかということを表しています。うん、まああの日経は3年間を取ってますけどね。つまりトヨタが例えば1位であれば、日経平均が1位下がったらトヨタもやっぱり1%下がりますよ。<ー>日経平均が10%上がったらその銘柄も10%上がりますよ。これがベータ値1位です。はい。JT はい。J T は とつまり5分の1しか動かない。わ連動しないということと、ね、ということは、経平均が上がろうが下がろうが、うん、まあ,あまり関係ないねと、なるほどでこれは結構ね i さんには重要なんですよ、はい、つまり景気がどうなろうが、ね、それで景気が悪くなりました、業績悪くなりました、配当減らしましただったら、うん、はっきりと言って長期保有にはあまり向かないと。そうか もちろん長期的に上がってきますけどねやっぱ配当はちょっと違いますよね、配当は毎年欲しいものだからそうなってくると、やっぱりベータ値はこういう銘柄っていうのはいいよねっていう格好になるわけですよね。分かりました。この辺のところをちょっと銘柄選びの一つのポイント。というわけで0.2っていうのは結構いけてるねとなるほどじゃあ次いきましょう。またこれもね、フリーキャッシュフロー、いやもう万歳っていう人が多いんですけども。 あのね、この現金残高というのはちょっと違うんですよねキャッシュリッチといってもうん、うん、キャッシュリッチって,ってもこの現金を取り崩していくわけじゃなくってやっぱり配当成功というのがあるように1年間の儲けの中でどれだけ株主様に分配するかというその分け前というのが配当になるわけですからそういう意味ではです、ね、このフリーキャッシュフローというのを見なきゃいけないんですよ。フフリーーキャッシュフローっていうのはです、ね、計算式知ってます、うん 営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを引いたもの。はい。はい。正解です。よかった。はい、よくお勉強されていて。<laughs> はい。 でもね、それ警察面倒くさいでしょう、はい。で、まあ、これね、株探のサイトからちょっと引っ張ってきたんですけど、株探のところにはもうフリーキャッシュローがこうやって年次中に。出ているので、まあ、そこを参考にしていただければいいかなと思ってます。まあ、要は一年間で余っちゃったお金ということです、はい。余っちゃったお金は当然どっかに分配するよねと、借金返してもいいし。あの内部留保にしてもいいし、配当、それこそ配当にしてもいいし、という格好になるわけですよね。だから、まず、このフリーキャッシュローがものすごく潤沢であると、これはマイナスになると、お金足りねえっていうことになるわけなんですよね。はい。 と,いうところがずっとマイナスだというのは成長投資をしっかりやっているかしかもしれない、はい、そういうところというのは配当金に回りにくいんですい。なので JT なんかはこ,れこの辺から4000億う、うん、5000億ってめちゃくちゃ余っちゃってる、はい、現金残高をちょっと見てください、うん、すごいですね、最近がこの2022年の,ものこれね2800億、3500億、5000億、7000億、8000億、9, これもうすぐ1兆円いっちゃうんじゃないかという格好ですよね。はいうん でこれ一兆円なんか行っちゃったらね結局何が起こるかというと、うん、結局現金が貯まったまま何もしてないということですよね。はいはい、これは資産が膨張して、はい、つまり利益率がて相対的に下がるということだから、はい、ROE の低下になるんですよ、ね。そうかなるほど。はいということは ROE のことから考えてもこの現金は貯めておくことはできないということで、はいじゃあ株主様に。 還元しよ,しようということになると<ー> JT は増配といったことも期待値が高まりまするということなんですよ。こうやって読んでいくんですよね。利、はい、回りだけじゃなくてこういったところもしっかり見ていって。というわけで、はい、JT は正解と。うんはい、正解 <laughs> よかったよかったたでですねありがととうございままましししここまで田中さんとお伝えしました